皆様こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では第2種電気工事士技能試験の候補問題の施工方法について解説を行っていきます。で、この動画ではまずこのナンバー1の施工方法について解説していきます。この後にもナンバー1からナンバー13まで全てご用意してますので、それぞれ見てで練習に役立ててください。で、まずこちらの出してる紙が電気技術者試験センターから出されている候補問題ですね。で、これ以上の情報は他は試験当日まで分かりません。候補問題で分かる範囲はこう各器具の配置と、あとここに EM-EEF2mm 二進線を使用することのみが分かります。これが試験当日に配られる問題用紙なんですけれども、問題用紙でこうどれだけのケーブルが、どれだけの器具が配られるのかで、あとこの器具と器具の間の寸法ですねだったり、あとここ使用する VVF 1.6mm 二進線、ここ2本使用するなど、そういった細かい指定で、あと施工条件と言われるもの、例えばだったらここに連用取り付け枠を取り付けるのかどうかだったり、こう A と B のジョイントボックスがありますけども、リングスリーブによる圧着接続を行うのか、差し込み型コネクタによる接続を行うのかなど、そういった細かい指定がここの施工条件という文章で示されます。ですので、これらは全て試験当日になるまで分かりません。なので、この動画では、こちらの施工条件を仮定して施工を行っていきます。ですので、これがそのまま試験問題に出るのではなくて、これはあくまで一つの例ですので、どんな施工条件が出ても試験本番焦らなくていいように、しっかりと回路のつなぎ方だったり、そういったポイントを押さえていきましょう。で、今回は器具間の寸法それぞれ 150mm で施工していきます。で、左側ジョイントボックスをリングスリーブによる圧着接続で、右側を差し込み型コネクタによる接続で、ここスイッチ3つ、ここに連用取り付け枠を使用する、そういった施工条件を仮定して施工を行っていきます。では以上を踏まえまして、まず複線図を書いていきましょう。ではこの指定された器具と同じ配置でそれぞれ器具を書き出します。今回はこの複線図ボード DK210 を使ってます。ここのジョイントボックスは点線で大きく丸を書いておきましょう。で、この動画では複線図の書き方については結構さらっと流し目に説明します。もし詳しく説明を見たいという方は、複線図対策の動画が各候補問題文上がっていますので、そちらをご参照ください。で、まずここ確認しておきたいのが、このスイッチの横に H と書かれているの、こちらはホタルスイッチとなります。こちらですね、ホタルスイッチは別名位置表示確認、位置表示と内蔵付きスイッチですね。暗いところでもうここのパイロットランプが光るため、スイッチの場所が分かる、そのようなスイッチとなってます。で、あとイーローハーと書かれてますね。このカタカナがそれぞれ対応するスイッチと負荷になりますので、忘れず書いておきましょう。で、ここの蛍光灯は施工省略となります。実際に試験でこの蛍光灯に電線をつなげる作業はしないんですけれども、ここにここまで電線がつながるという体で施工はしていきますので、忘れずに書いておきます。では複線図、まず白丸電源の設置側はコンセントと負荷につなぎます。今回は、コンセントがないので負荷につないでいきますね。必ず接続するところは接続点を書きます。で、次黒丸非設置側はコンセントとスイッチにつなげます。で、今回コンセントないのでスイッチだけにつないでいきますね。
で、ここなんですけれども、ここはそれぞれ渡り線でつなげます。まあ、ここローと葉それぞれこのようにつないでいくっていうのも一つ方法なんですけれども、まあ、今回は渡り線でそれぞれすべてつないでいきます。で、対応する負荷とスイッチをつないでいきましょう。ここに EM、EEF、2mm 二芯線を使用すると指定がありますので、ここの電源部分は EM、EEF、2mm 二芯線というメモを書いておきましょう。では電線色分けしていきますね。まず電源の接地側につながるのは白線と決められていますので、白線を使っていきます。ホワイトの W を書いていきますね。で、逆に非接地側は必ず黒線を使用しますので、黒線を書いていきます。ここの渡り線も非接地からつながってくる線になりますので、必ず黒線を使用しましょう。で、残った電線書いていきますね。これらはこう白線先に使ってて、残る線はもう黒線しかないので自動的に黒線となります。ここもそうですね。で、ここは163芯線を使用します。三芯線は白、黒、赤の電線がございますので、上白使ってますね。とりあえず中を黒、下を赤とします。ここの黒と赤のところは色の指定ないので、赤と黒逆になっても大丈夫です。で、あとここ4本のところですね。 1,2,3,4 本ありますが、これで一つの162芯線、これで一つの162芯線としますので、こちら黒線使ってますので空いた白線で、こちら黒白どちらでも大丈夫です。とりあえず今回こちらを黒、こちらを白としておきましょう。で、リングスリーブの圧着マーク書いていきます。で、圧着マークなかなか覚えるの苦手だという声が多いので、伏線図対策番外編にて楽に圧着マークを覚える方法をご紹介してます。そちらを一度ご覧ください。で、こちら差し込み型コネクタで接続するんですけれども、まあ、もし試験でリングスリーブの接続で出されても大丈夫なように一応今回書いておきますね。これで一通り伏線図が書き上がりました。で、もう一つ、まあ、ここは皆さんの自由かなと思うんですけれども、私は、施工を始める前に支給されたケーブルでこう自分が施工しようとしているものが賄えるのかどうかというのを先に確認しておきたいので、それぞれ必要な電線をここに書き込んでいきたいと思います。まずこの電源部分ですね。器具間の寸法が150とあります。で、152、ここのジョイントボックスですね、電線の接続で100使用しますので250、この EM、EEF、2mm 二芯線は必要となります。で、次にここのスイッチのところですね。スイッチのところはまずジョイントボックスで100で、器具間の寸法が150で、スイッチの接続に100必要なので350必要です。で、この350がこちらの1本とこちらの1本2本必要ということになります。で、渡り線はそれぞれ100ずつ使用しますね。で、このジョイントボックス間、まずこちらの接続に100で、器具間が150で、こちらの接続に100必要なので、こちら350必要です。で、ここランプレセプタクルがまず50使用します。
で器具間が150でジョイントボックスのところで100使用しますので300必要ですね。でここの施工省略部分、ジョイントボックスで100、器具間が150、施工省略ですのでこれ以上何もすることがないので250使用します。でここの引っ掛けシーリングですね、引っ掛けシーリングはまずこのジョイントボックスに100で器具間が150で、今回引っ掛けシーリング20使用するんですけれども、括弧20としておきますね。試験センターが出している結果の判断基準においては、指定された器具の寸法が 50% 以下になると欠陥となります。ですのでそれに満たない場合は、まあ、誤差の範囲内として考えまして、ここ20使用しますが、これは寸法に含めずに引っ掛けシーリングのところは250のケーブルで施工していきたいと思います。ここぴったりと寸法を出したい、かつその支給されたケーブルがここ使っても全然大丈夫という場合は、このプラス20足し合わせまして270使用してもらっても全然大丈夫です。でここまで出せましたら、ここの渡り線ですね、渡り線をどのケーブルから持ってくるかというのを考えておくと、より施工の途中で考えることが少なくなります。今回は、16ニシンが余りますので、それぞれ VVF 1.6 ミリニシン線からそれぞれこの100ずつ渡り線を賄いたいと思います。で今回ちょっとゆっくり説明しながらいたので結構時間かかってしまったんですけども、大体試験の時はまあ5分程度ぐらいでここまで出せると後の作業がすごい余裕を持ってできますので、スムーズに伏線図かけるようにしっかりと練習しましょう。では施工に移ります。では最初にここの電源部分を施工していきたいと思います。 EMEEF 2ミリ二芯線を250ですので25センチ用意します。こちら EMEEF ケーブルですね、別名エコ電線とも呼ばれています。パッと見この VVF ケーブルとよく似てるんですけれども、使われている素材が違いまして、少し粘り気のある素材を使われています。ですのでこうストリップするときは新鮮皮膚がずるっと抜け出さないようにちょっと先折り曲げておきましょう。でジョイントボックスのところで使用する部分ですね、ケーブル外装を10センチ、で新鮮皮膚20ミリストリップします。でちょっと硬くて剥きにくいなという時は一度握り込んでもらって、ちょっとこうストリッパーを一度倒して戻してあげるというのをするとスムーズにストリッパーすることができます。でこれをこう戻しまして、ここ電線の接続に使う部分はこのように90度に曲げて置きましょう。これで電源部分完成です。では次引っ掛けシーリングの部分用意していきますね。引っ掛けシーリングは、VVF 1.6 ミリ二芯線を250、25センチ用意します。でこう布ジャックはこうテープなのでしっかりと固定しておくと寸法を測りやすいのでおすすめです。では先にジョイントボックスで使用する部分ですね、ケーブル外装10センチ、新鮮皮膚20ミリスリップしておきましょう。で引っ掛けシーリングがこちらになります。引っ掛けシーリングにはケーブル外装を2センチ、
で新鮮皮膚を10ミリストリップします。で引っ掛けシーリングのこの側面ですね、ストリップゲージございまして、このように確認して新鮮の長さ合っているかなというのが確認できます。これより長くなってしまいますと、差し込んだ時新鮮中から見えてしまったりとか、そういったことになってしまいますので、ここで確認する癖つけておきましょう。で裏側見まして、接地側と右側に書かれてますね、こちらが接地側となりますので、必ず白線差し込みましょう。これ間違えてこっちに黒線刺すと欠陥です。少しではこうハの字に広げてからしっかりと奥まで差し込みます。で刺さったら、この穴から新線が見えてないか、で引っ掛けシーリングを横にした時に新線皮膚見えていないかどうかを確認して、引っ掛けシーリング完成です。少しこう向き整えておきますね。でここ90度折り曲げて完成です。では次ここのスイッチ部分用意しますね。今回連用取り付け枠使用しますので取り付けていきます。で副線図見ますと、上からホタルスイッチ、単極スイッチ、単極スイッチとなってますので、その順番はしっかりと合わせましょう。で特に、試験では言われてないんですけれども、私はこのちょっとスイッチの上下も気になりますので、上下の向きもちょっと合わせながら取り付けますね。で連用取り付け枠は裏表上下決まってます。この上と書いてる方が上に来る、かつ表面になるように取り付けましょう。でまず1個ずつ取り付けますね。左側のここの爪にこの出っ張ってる突起部分を引っ掛けて、右側はめ込みます。はめ込んだらマイナスドライバーで、ここの見えますかね、ここの穴にマイナスドライバー差し込んで、しっかりと握って1、2と左、右と手首を動かして固定します。あとの2つも一緒ですね。ぐらつきだったり器具が取れることないか確認して、こちら完了です。で電線つないでいきましょう。 1.6 ミリに芯線を35センチですね、それを2本用意します。先にジョイントボックスで使用する方ですね、ケーブル外装10センチ、新鮮皮膚20ミリストリップします。こっちも片方同じように向いておきますね。で次このケーブルのこちら側をスイッチにつないでいきます。まずケーブル外装は10センチストリップしましょう。で新鮮皮膚の向き長さなんですけれども、器具の裏面にストリップゲージと呼ばれるものがあります。こちら上から12ミリ10ミリ10ミリですね。でこれ器具の種類やメーカーによってストリップゲージ異なりますので、必ず確認する癖をつけておきましょう。今回は上から12ミリ10ミリ10ミリです。でまずこの1本目の黒線は、どちらも黒線白線 E のホタルスイッチにつなげますので12ミリでストリップします。
でスイッチの特に極性がございませんので、左右どちらに今回交差しますが、こう差し込んでも大丈夫です。左に差し込んで右に差し込みましょう。芯線が見えなくなるまでしっかりと差し込みます。でケーブルを整えて、でケーブル外装がちょっとレイン用取り付け枠の中に入り込むようにちょっと整いますね。でもう一つのこちら複線図見ますと、黒線がロ、白線がハにつながります。ケーブル外装10センチストリップします。で単極スイッチはどちらも10ミリでしたね。10ミリストリップします。で黒線がロ、白線が刃につながります。これ一回抜いたんですけれども、抜くときはここの取り外し穴にマイナスドライバー差し込んで電線抜いてください。でこれ抜き外したのはこっち、電源の非接地側からくる黒線ですね。でこの流れでここの穴からそれぞれ渡り線につなげますので、ですのでこれはこちらにつないだ方が後々きれいにつながりますね。で、渡り線を用意します。渡り線は 1.6 ミリに芯線から110センチずつ用意します。で、適当な長さでストリップしましょう。で、黒線だけを引き抜いて白線使いません。それをもう一本用意します。で、1本がイとロのスイッチ、もう1本がロとハのスイッチにつながります。まずこちらイとロにつなげますので、片方を12ミリ、もう片方を10ミリにストリップします。で U の字、ちょうど真ん中ら辺のところでこう U の字に曲げまして、で差し込みます。で2本同時に一気に差し込むよりかはこう確実に1つの穴に差し込んでから次差し込む方がしっかりと刺さりますので、落ち着いて確実に1個ずつ入れていきましょう。でこれロと刃につなぎますので、両方10ミリですね、ストリップしていきます。でこれも U 字に折り曲げまして、でロと刃を渡り線でつなぎます。しっかりと芯線が見えないまで、見えなくなるまで差し込みましょう。これでスイッチの部分が完成しました。では次このジョイントボックス感ですね、用意します。1.6 ミリ三芯線を35センチ用意しましょう。ちょっと長いので切っときます。でどちらもジョイントボックスに使用しますので、ケーブル外装を10センチ、芯線被覆20ミリストリップしておきます。ここ折り曲げてジョイントボックス感完成です。で試験本番すごい机が狭いです、作業できる机が。ですのでこう出てきたゴミは適宜端に寄せるだったり、
当日支給されるゴミ袋に捨てていくことを意識しましょう。で、できるだけ作業できるスペースは広めに確保する習慣をつけておくとスムーズに作業できます。では次、このランプレセプタクル用意しますね。162新線を300用意します。30センチですね。で、先にジョイントボックスで使用する部分、ケーブル外装10センチ、新線被覆20ミリストリップしておきます。で、ランプレセプタクルに使う部分、今回新線被覆5センチ、ケーブル外装5センチですね。で、新線被覆を20ミリストリップします。で、ちょっと慣れてない方は1本ずつ作業しましょう。少し開いて被覆から2、3ミリ開けたところをしっかりつまみます。で、親指でクッとケーブルを押しまして90度に曲げましょう。で、手首をこう返しまして先をつまみます。で、しっかりと掴んだらくるっと手首を戻すようにして、のの字曲げを作りましょう。結構 P958 を使い慣れてない方にとってはここが一番の難所かなと思いますので、空いた時間見つけては残った電線とか電線のちょっとした切れ端を使ってのの字曲げ練習しておきましょう。で、ランプレセプタクルに取り付けます。で、取り付ける際の注意点は、まずこの内側ですね、内側につながっているこちらの端子が非接地側ですので黒線で、外側、ね、こっちの外側につながっているのが接地側ですので必ず白線を取り付けましょう。これ間違えると結果になってしまいます。で、器具の向きはそれが合っていればこっちでも、まあ、こっちにこういう形で取り付けていただいても大丈夫です。で、プラスドライバーでネジ外します。で、ちょっと今ネジ飛びそうになったんですけれども、できるだけこう試験本番焦ってしまいますんで、こう自分のお腹に近いところで作業したくなるんですけれども、こう手が滑ってネジが落ちやすいんですよ、本当に。なんでそういった時にネジの紛失を防ぐためにですね、できるだけ机の上で作業する癖をつけておくと、何かあってもネジはなくすことはないかなと思います。で、必ず台座にケーブル通します。で、ネジを取り付けていきますね。で、私こう先にネジをプラスドライバーにセットしてから回すんですけれども、まあ、こう先にここにのの字曲げの方にネジを通してからネジを締めるというやり方もまあ一つです。ちょっといろいろ試してみて自分のやりやすい方を選んでみてください。で、ネジ回すときはしっかりと回すだけじゃなくて、こうこっちに押す力も加えながら回すとスムーズに早い時間で回すことができます。で、さっき、ネジこっちの右巻きで締めていました。ですので必ずのの字曲げも右巻きになるように取り付けておきましょう。ネジを締める方向と同じですね。しっかりと締めれましたら、まずこの新線被覆がネジの端子に噛み込んでいないことをよく確認しておきましょう。で、あとここの外装被覆ですね、外装被覆をちょっとクッと押し上げて、ちょっとこのケーブル台座から外装被覆が見えるようにしておきましょう。これでランプレセプタクル完成です。で、慣れてない方にとってはこのランプレセプタクルが一番時間かかる作業かなと思います。空いた時間を見つけてはこの単位作業だけ
ひたすら繰り返してやると全体的なスピードアップにつながるのでおすすめです。では最後この施工省略部分ですね、用意します。162新線を25センチ用意します。162新線を25センチ用意します。で、ケーブルガイスを10センチ、新線120ミリですね。ジョイントボックスに使用する部分をストリップしましょう。で、もう施工省略部分ですね、こちらは何もしません。これで施工省略部分完成です。以上で器具すべて電線と用意することできましたので、次は電線同士をつないでいきます。ではこの書いた白線図に従ってつなげた器具たちをそれぞれ置いていきましょう。こうですね。で、この合格クリップを使って一度仮接続というのをしていきます。つなげる電線同士をまとめる作業ですね。で、ここで伏線図よく確認しましょう。書いた伏線図を見ながら、まず電源から伸びる白線は引っ掛けシーリングで1634の白線につながります。この3本ですね。この3本がセットになりますので、合格クリップギュッと握ってこの広がった方のところにスッと差し込んで電線を束ねます。で、次この1634右側はランプレセプタクルと施工省略部分の白線につながります。次、電源の非接地側、黒線はこのスイッチの E のスイッチから伸びてくる黒線につながります。で、ここ2本線が出てきてますので、どちらがどの線かというのをよく区別しましょう。もし区別ちょっと難しい場合は、マスキングテープなど持ち込み可能ですので、それでちょっと印つけといて、で、終わってから外すようにするとより確実かなと思います。で、次対応するスイッチとかつないでいきますね。まず E のスイッチから伸びる白線と引っ掛けシーリングの黒線をつなぎます。で、次ロの黒線とここの三進線の黒線ですね。で、そこからランプレセプタクルの黒線につなぎます。で、最後歯と石膏省略部分ですね。歯の白線から赤色で、そこして最後ここの黒線につながります。このように伏線図書いた順番ですね。私の場合だったら、まず電源の接地側で、次電源の非接地側で、対応する負荷と器具という順番で仮接続していくと、まあ頭も整理できますし、いいかなと思います。
で、これで仮接続できました。で、一度こう複線と照らし合わせて本当に間違ってないかどうかというのをこの時点で確認しておきましょう。これ限られた時間ですので、どうしても急いでしまって確認を怠りがちなんですけれども、後々接続し終わった後にミスが発覚してやり直すとなると、もとても時間かかりますし、もう焦って生きた心地がしませんので、先に確認できるうちに確認事項は済ませておきましょう。ではこちらの左側をリングスリーブによる圧着接続していきます。こちらの圧着工具使いますね。ではまずここ、黒線の2ミリ線1本、白線1本ですので、小のスリーブで、小のダイスで圧着していきます。で、リングスリーブ必ず新鮮被覆噛み込みすぎないように気をつけましょう。で、しっかりと上から挿入する本数、今回出た2本しっかりと出てきているかというのも確認しましょう。 できるだけ真ん中で圧着します。で、ハンドルの下の方を持つと力の弱い方でも力をかけやすくなりますので、ハンドルの下の方を持って圧着作業しましょう。で、合格クリップは必ず外します。これつけたままにしてると結果になってしまいますのでご注意ください。で、次ここですね、ちょっと一回外して新鮮被覆の高さを揃えておきます。この作業を入れておくと、例えばこう1本だけ挿入してなかった、挿入不足でちゃんと挿入できていなかっただったり、こう1本だけ新鮮被覆噛んでしまっていたというミスを防げますので、できるだけリングスリーブを通す前に新鮮被覆の高さを揃えておくとスムーズに綺麗に圧着できます。で、ちょっと本数が多くなったりするとこの挿入が硬くなってしまいますね。そういう場合はこう回しながら入れていってもらってもいいですし、この DK200 のここの部分使ってキュッと押し込んでもらうと綺麗にリングスリーブを挿入することができます。では小のダイスで圧着しますね。で、合格クリップ外します。で、ここは16線が2本ですので、小のリングスリーブで丸のダイスで圧着していきますね。で、圧着作業続くときはこう一度圧着終わったらこのままの状態で圧着工具を置いておく癖つけておきましょう。ここで一度圧着終わった後にこう締めてしまうと、またするときにこう一度握り込んで開くという作業が入ってしまいますので、まあ、体力温存のためにもできるだけやらなくていい作業はやらずに済むようにしておきます。で、ここも16線2本ですので、小のスリーブで丸の圧着台で圧着していきます。で、最後ここも同じですね、16線2本ですので、小のスリーブで丸の台紙で圧着していきます。でも圧着工具使いませんので片付けておきましょう。で、合格クリップ取り外します。で、これで終わりではなくて、必ずリングスリーブから出ている電線切り落としておきましょう。末端処理と言います。これ末端処理よく忘れて結果になってしまったという声よく聞きますので、忘れずにこの P958 を使って先端の電線を切り落としておきましょう。多少リングスリーブから出ててもいいです。この伸びっぱなしにならないように
っかりと電線揃えて切り落としておきましょう。で次こちらですね、差し込み型コネクタ、こちらで接続していきます。で差し込み型コネクタはこの平らの部分を見ますとストリップゲージございます。で大体この長さが12ミリですので、今これ全部20ミリでストリップした状態ですね。なんで12ミリにちょっと電線をカットして揃えていきたいと思います。でカットできたら合格クリップ外して1本ずつしっかりと奥まで差し込みます。で差し込んだ時にしっかりとこの小窓から芯線が見えていることを確認しながら奥まで差し込みます。これ見えてなかったら欠陥となってしまいます。で2本同時に差し込んでもいいんですけれども、私としてはこう結構差し込み型コネクタ差し込むのに力が必要なので1本ずつ確実に差し込んでいく方がやりやすいかなと思います。で、 できるだけ差し込む前にちょっと左右の間で芯線がちょっと歪んでたりすることがありますので、できるだけまっすぐに整えてから差し込んであげるとよりスムーズに挿入することができます。で、ちょっと周りをきれいにしまして、で、ケーブル整えましょう。整えまして、候補問題ナンバー1完成です。で、完成して終わりではなくて必ず見直しをしましょう。見直すポイントとしては、まずこのリングスリーブ末端処理ちゃんとできてるかどうか、であと芯線被覆噛み込んだりしてないかどうか、であと差し込み型コネクタでしたら、小窓から芯線が見えてるかどうかですね。であと他でしたらこのランプレセプタクル、台座からケーブル外装ちゃんとちょっと見えているかどうかで、芯線被覆噛み込んでないか、設置非設置合ってるかどうかで、あとのの字巻きちゃんと右巻きで巻いたかどうかで、引っ掛けシーリングも芯線被覆見えてないかどうかで、設置非設置間違えてないかどうかですね。でここもこう試験官はどういう風にちょっと採点するか分かんないんですけども、もしかしたら採点の時にこう器具作品をこう持ち上げる可能性も十分あります。でそういった時にこうレイン踊り付け枠がちょっとでも緩かったらポロッと外れてしまう可能性もないとは言い切れませんので、こうちょっと持ち上げたりして触ったりしても取れることがないかというのはよく確認しておきましょう。であと先ほど仮接続に使ったこちらの合格クリップ取り外し忘れがないかですね、よく確認しておいてください。で最後こうちゃんと書いた伏線図と自分の施工が合っているかを確認して完了となります。でここまでを今回結構ゆっくり説明しながらやったんでちょっと40分超えてるかもなんですけれども、この
伏線図書いて見直しまでを40分以内にする必要があります。で、時間短縮の一番のポイントとしてはやっぱりもう作業に慣れてしまうことです。もう伏線図をもう戸惑わないですぐさらっと書けるようになるだったり、こうこの使う頻度が多い P95発ですね、ケーブルのストリップで手間取ることなくできるようになるだったり、ランプレセプタクルの血栓が速くなるだったり、そういった単位作業をひたすら繰り返すことで全体の施工時間がギュッと短縮できますので、なかなか候補問題を一から組み立ててっていう時間を取るのは難しいかなと思います。なんで空いた時間にできることといえばやっぱ単位作業ですんで、そういった小さな積み重ねでも全体の仕上がり時間には大きく影響してきますので、コツコツと頑張っていってください。では、最後にちょっと合格配信チェッカーですね、 Z222 を使ってこの回は合ってるかどうかというのを確認したいと思います。では合格配信チェッカーそれぞれつなげていきますね。まずこちらランプレセプタクルチェッカーです。この設置側がこのここの部分で、ここの下の部分が中のこの端子に、ここの端子に当たるように取り付けます。でこちらが引っ掛けシーリングの確認用のチェッカーですね。設置側と書かれている方を引っ掛けシーリングの設置側に取り付けます。でこちら施工省略部分のチェッカーですね。黒い方に黒線、白い方に白線を取り付けましょう。で電源取り付ける前にここの接続部分ですね、しっかりと間開けといてください。これちょっと近くにキュッと寄っているままつけてしまうとショートする可能性ありますので、必ずこう少し広げてから取り付けましょう。で電源も黒線が黒線、白線が白線という形で取り付けます。でまず E のホタルスイッチが引っ掛けシーリングと対応します。対応してますね。でロのスイッチとランプレセプタクルが対応します。対応してますね。で最後刃のスイッチと施工省略部分が対応します。対応してますね。でこの合格配線チェッカーは試験に持ち込んで確認することはできないんですけれども、まあ、実際家で練習するときに本当にこの回路合ってるのかちょっと分かりにくいなという方にはこれつないでみてもらって、実際のこの電気のつながりというのをこの光ることで確認してもらったらより理解も進むのではないかなと思います。ではこれから電子電気工事士技能試験合格に向けて一緒に頑張っていきましょう。では候補問題ナンバー1の解説を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。